今回は7月6日に単行本が発売されたエルドラッド先生にノーマルすぎた玄卓の動画をもらったよ。直近修正で効果時間は35カウントに伸びたけど、紫のノーマルカードに高コストがいなくて自分の芝居で活躍させるのが難しかった一枚。計略は四季3で最も武力の高い部隊の兵力が徐々に回復し、撤退時に復活時間がマイナス20秒される効果で、群衆や勾玉を宝とか武力極めると好相性。回転率を上げつつ硬い部隊をさらに硬く、ダメージ計略にも強く出れると利便性の高い性能。計略紹介をしたところで今日の本題、この視点を提供してくれたエルトラック先生に単行本ちびっこ学園ソロブランドが発売されました。おめでとうございます。動画説明のところに URL を貼っておきましたので、成人済みの方はよろしくお願いします。丁寧なヒッチかつスリムな肋骨や膝のラインを上手に描かれる作家さんで、先生が得意とするつるぺたローションマットプレイをふんだんに盛り込んだ一冊となってます。紙はもちろん電子版も出てますので、シャイな方でも買いやすいかと思います。こだわりや執念は冷血対戦でも存在と静かの剣チャチャお鍋の肩などを好んで使用されているプレイヤーで近い距離感で戦うのが上手な印象の多いですね。徳川の誇りを見せつけよ。進め。槍が折れたか。進め。敵に背は見せん。進め。誰もがやらないことだからこそ私がやるべきなのです。まだまだ。進め。いいですね。この辺りの居座りの今からよく回復系を使ってるエルトラック先生の強いところ。流派発動。見ろ肩戦機発動。サンナ型。徳川の誇りを見せつけよ。キル。まいったとは言わないぜ。進め。逆転の好機到来。ここでマナラ以外全員返せてるのもいいですね。誰もがやらないことだからこそ私がやるべきなのです。まだまだ。徳川の誇りを見せつけよ。
け戦って消えてくれたら最高なんだけど。参ったとは言わないぜ。敵に背は見せん。逆転の好機到来。まだまだ。人はいつ死ぬかわからない。槍が折れたか。逆転された時、ユーハさんたまるかギリギリのとこだと思うので、ここ突撃しに行ったのもいいですね。守らねば。切る。デシャは簡単には死にませんよ。マダラの王たち、くらえ。流派発動。二の方。目覚めよ、天下の義士たちよ。こんな途中で。最後は丁寧に守って1試合目勝利。今回は2試合いただいてきました。ことだからこそ私がやるべきなのです。遥か先を打ち抜け。バカどけ。頭だどけ。いつ死ぬかわからない。まだまだ。この地上に再び地獄を見せてやろう。
雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。どけ、まだまだ。まいったとは言わないぜ。捨てたらどうなるか。流派発動。身の肩。逆転の好機到来。簡単には死にませんよ。バカ。流派発動。三の肩。主の邪魔をする奴は叩き潰してやるぜ。頭だ。マダラの王たち、食らえ。我が戦が不服か。何だでも。バカめ。くそ。こんな。まだまだ。バカめ。誰もがやらないことだからこそ私がやるべきなのです。遥か先を打ち抜け。どけ。やられた。バカも。まいったとは言わないぜ。逆転の好機到来。消え、電気解放。くらえ。バカ。迅速こそ勝利への道。一陣の精鋭よ、突き進め。戦機解放。流派発動。二の肩。流派発動。一の肩。主の邪魔をする奴は叩き潰してやるぜ。人はいつ死ぬかわからない。飛ばしやがって死んでも知らねえぞ。
禁煙。くそ、こんな雑魚に、こんな途中で。捨てたらどうなるか。遥か先を撃ち抜け。こんな感じで杉田玄白の活躍試合を2ついただきました。ご視聴ありがとうございました。エルトラック先生の単行本よろしくお願いします。